シュルマティクスエリオティからヤマドリは、キジ目キジ科ヤマドリ属に分類される鳥類。中華人民共和国南東部全長オス80から81センチメートル、メス50から53センチメートル。翌長オス23から24センチメートル、メス 23.5 から25センチメートル。体重オス1から 1.3 キログラム、メス 0.7 から 1.1 キログラム。喉から前首にかけては黒、腹部は白い羽毛で覆われる。虹彩は黄褐色。孔子の色彩は灰色。卵は長径 4.6 センチメートル、単径 3.4 センチメートル。卵を覆うからは淡黄色やはピンク色を帯びた白。オスは背や胸部は赤褐色の羽毛で覆われ、背にアルファベットの V 字状の白い筋模様が入る。翼の色彩は赤褐色で人間でいう手首を覆う羽毛は青い。また翼には2本の白い筋模様が入る。くちばしの色彩は象牙色。お歯の色彩は褐色と白や灰色の横縞が入る。くちばしの色彩は象牙色。メスは全身が褐色の羽毛で覆われる。くちばしの色彩は黄色みを帯びた象牙色。標高300から1500メートルの下生えが密生した針葉樹林、根高林、竹林などに生息する。食性は雑食で、植物の葉、果実、種子、昆虫などを食べる。繁殖形態は卵生。飼育下では3から5月に1回に6から8個の卵を産んだ例がある。抱卵期間は25日。開発による生息地の破壊、狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。